はい、ご視聴くださいましてありがとうございます。今回は冬の1週間コーディネートをやっていきます。よろしくお願いします。はい、1日目ですね。はい、トップスがグレールとパンツが島村です。そしてショートブーツがね、楽天のラジエムで購入したものです。このショートブーツはですね、このコーディネート用で履いていますのでご了承ください。はい、マフラーがですね、ビビアンウエストウッドですね。こちらはかなり前に9点で購入しました。すごくね、安かったんですよね。びっくりしました。はい、そしてアウターがダブルクローゼットですね。こちらもね、数年前の福袋に入っていたものですね。裏肝になってとってもあったかいんですけど、ただね、形が古いのか、トレーナーのね、上から羽織ると腕の部分がね、パツパツなんですよね。はい、そしてこちらのね、シワクちゃんのねはい、こちらをマフラーをつけてお仕事に行ってきます。はい、またね、詳しいことはですね、下のね、説明欄の方にね、コーディネートの詳細の方をね、書いておきますので、興味のある方は読んでみてください。はい、この日もね、寒かったですね。皆様もね、風邪ひかないように日々をお過ごしください。はい、ファスナーをちゃんと締め忘れてないか確認しました。はい、行ってきます。はい、今回ね、使ったものですね。こちらのリュックはね、よく出てくるかと思います。はい、こちらのダイソーのマスク、あ、2日目ですね。はい、子供っぽいね、格好だと思います。なのでこれだけだとちょっとね、子供っぽいのでね、こうやってムーミンのね、このシンプルなムック本ですね、ショルダーバッグ、これすごい気に入ってますね。これをつけるとね、ちょっとはね、大人っぽい感じになるかなと思います。で、上着を脱いでポイッとね、放り投げましたはい、これね、本当はね、ウエストのベルトがあるんですけど、まあなしでね、楽ちんにね、着たいと思いましたので、このまんまです。はい、バイバイとね、手を振っております。はい、皆様もね、よかったら手を振ってください。はい、3日目ですね。はい、こちらの冷感マスクですね。夏用のマスクですよね。冬なのに冷感マスクというね。意外とマスクってね、顔周りがあったかいですよね。するだけでもね。こちらね、デニムがね、ちょっと変わってますよね。人によってはね、ダサいデニムだなーってね、思われる方もいるかもしれませんけど、私こういったね、変わったデザインも好きなんですよね。はい、こちらのコートは福袋に入っていた RPS ですね。内側がね、モフモフでしょ。すごいあったかいんですよね。ね、アピールしてますね、小夏さん。はい、上着を羽織って。で、今日はね、タートルなのでマフラーはしませんでした。私、タートル本当大好きなのでね、冬はね、本当によく着ますね。首元がやっぱりね、冷えるとやっぱり、体全体がね、冷えませんか？はい、そしてね、気分を上げるために今日はね、珍しくシュシュをつけました。こういったね、ちょっとしたことでね、テンションを上げるようにしています。はい、この日はね、確かカラオケに、あ、そうだな、これね、すぐにね、これファスナーを私締め忘れちゃう癖があるんですね。はい、ではね、気をつけて行ってきます。この日はね、仕事帰りに確か人からに行ってきました。はい、ガラッと変わって4日目ですね。デニムを履いてます。最近ね、デニムやパンツを履くときは必ずと言っていいほどガードルを履いています。で、今回履いているのはギュギュギュの骨盤ガードルを履いていますね。で、ブラジャーもですね、
このシリーズのギュギュギュのブラジャーをつけております。ニットをね着るとどうしてもあの胸の形わかりますよね。私ね胸がすごい垂れているんですね。けどこのギュギュギュのブラジャーをつけると胸の位置が上がってすごいね胸の形が綺麗に見えるので、このギュギュギュのシリーズは気に入っております。はい、上着を羽織りました。こちらのモコモコのねアウターは RPS のね今季の福袋ですね。はい、ニット帽をかぶって、この日は確か初詣に一人で行った時の洋服ですね、コーディネートですね。はい、ガラッと変わって5日目ですね。はい、ダイソーの黒マスクをはめて、それからニットはね、ニットとスカートはまたおなじみの楽天ラジエムさんで購入したものです。このニットもねすごいね肌触りが良くて、で袖口もねこんな感じでキュッとね絞ってあってね可愛いです。また上も下もね気に入っているので色地で私は揃えてます。でアウターはアーノルド・パーマーで、このムックボもね買ってよかったですね。本当にねこのバッグをね持つことによってね、なんていうのかな、このコーディネートが一気にね映えるんですよね。本当にね買ってよかったなって思いました。上着のねボタンを今閉めてるんですけど、上着はね外した方がなんかよく見えるかなと思って外しましたね。あ、でねこの時ねギュギュの ブラジャーしてないんですよね。お分かりいただけると思うんですけど、胸の位置が下がってるんですよね。これはね普通のねユニクロのねブラトップをつけております。やっぱりねこうやっての動画で見ると本当にブラトップだと胸の位置が下がってるなーってね改めてね実感しました。本当にね私の年になるとね、もうアラフィフとなるとね、胸は下がるわ、お尻は下がるわでね、本当にね、これ大変ですよね、メンテナンスがね。はい、ガラッと変わりまして、こちらは RPS ですね。の、上着に、セーターに、今日はね、付け襟をつけてみました。この付け襟をつけるとね、首元がね、あったかいんですよね。タートルになっております。こちらもね楽天で買いました。はい、パンツも確か数年前ですね、こちらも楽天の方で買っております。はい、相変わらず今日もねギュギュギュのね骨盤ガードルを履いております。はい、お腹もねすっきりして見えます。はい、上着はクチュールブローチですね。こういったね可愛い感じのねブランドもね昔はよくね買っておりました。そしてビジューにねすごいハマった時期がありまして、何でもかんでもねビジューをねカバンにつけたりねセーターにつけたり上着につけたりしている、そういう時期がありました。はい、カバンはね、ゾゾタウンだったかな、結構これも前に買ったやつでブランドは忘れちゃったんですけど700円ぐらいで買いましたね。はい、ここまでね動画を見てくださった方本当にありがとうございます。今までちょっとアフレコで早口だったと思うんですね。そのためね聞き取りづらかったと思います。で最後はねこうやってね自分の口で喋ってみました。はい、今日のコーディネート今日最後だよね、7日目だから最後か。あ、今までね本当に6日目までね見てくれてありがとうございます。で今日はですね、こちらのね、ニットですね。こちらも私が大好きな楽天ラジエムで買いました。こんな感じです。私ね、ニットがね、すごい好きなんですよね。すごいなんか首元がやっぱり冷えやすいんですよ。だからマフラーしないときは、もう必ず真冬はタートルネックを着ています。で、これと色違いで、この色も持っています。レンガ色っていうのかな。結構ね、生地がしっとりしてるんですよね。
で、こちらのね、袖のね、袖口の部分がね、こんなに結構ね、長い、長いでしょ、ここ。ここの細、キュッとなってる部分が結構長いので、その分、華奢に見えるんですよね。腕がね、細くね、見えると思います。ちょっと光の加減で、ちょっと、テカって見えますけど。本当に私はこれはね、気に入っております。はい、そしてスカートが、おなじみの RPS です。こちらもね、福袋に入ってたのかな、去年の。あんまりね、ぶっちゃけタイトスカートはね、好きじゃないんですね。けどせっかくだからね、履くようにしてるんですけど、まあ、今日は違うガードルを履いているんですけど、いつもはね、このギュギュギュのね、骨盤ガードルを履いています。こちらもね、とっても良いので、もしね、下っ腹がね、気になるわとか、体型もう少しね、スタイルアップしたいわっていう方はですね、よかったら下のね、説明欄の方にこちらの商品貼り付けておきますので、よかったら見てみてください。グローブって皆様知ってますかね。多分このグローブもイオンモールとかに入っている、結構ね、値段的にもね、お買い物求めやすい値段だし、デザインもね、すごい、可愛いと思います。女性らしいデザインのね、洋服が揃っているブランドかと思います。はい、こんな感じですね。で、カバンはね、いつもと同じ。みーちゃんのムックボンのリュックで、はい、皆様ね、これからね、まだまだ寒くなると思いますけどね、体調管理崩さないようにね、お過ごしください。はい、最後までご視聴くださってありがとうございました。はい、行ってきます。バイバイ。